というわけでですね、今日はですね、なんだっけ、みんなでスポーツ、みんなでスポーツということで、市川市の市川市立第八中学校に来ております。はい、まあみんなでスポーツということなんですけど、まあ何やるかというと、体操と柔道の体験っていうのをですね、青少年相談員の方が、青少年相談員の方主催で、みんなでスポーツということで、地域の子どもたちに声をかけて、体操の先生と柔道の先生をお迎えして、発注を借りて発注の体育館で、体操、まあ、回転運動、マット体操、マット運動みたいなとか、柔道の体験っていうのを、やるという感じになってます。はい、その辺をちょっとじっくりレポートしていきたいと思います。お願いします。はい、というわけで体育館の中に入りました。はい、ちょっと見たことあるようなないような人がいます。じゃあいました。トミーがいました。違う格好してますけど、よろしくお願いします。トミーは柔道の先生なんでね、今日はその柔道体験教室の先生をやるんで、どれぐらいちょっとしっかり教えられるかも見ていきたいと思います。こんにちは、元気。この辺なんか元気じゃなかった気がする。こういうのみんなこんにちは。Thank you.
はい、あれだな、なんかすごい苦しそうな顔なんだけど、ちょっと回してるわ。止まれなくてもいいから、じゃあまず自分の腕でちゃんと逆立ちをやってみましょう。足を下げて、はい、よっ、はい、よし、よし、はい、首曲げて、はい、はい、はい、先生、はい、かわいい、かっこいいね、はい、足止めろ。いける。本領発揮してきた。さすが柔道家違うね、やる。一回だけです。もういける、いける。全然だ。うまい。はい、じゃあ次は柔道みたいなんで、私もちょっと柔道経験があるんで混じりたいと思います。よし、やるぜ。柔道っていうのは、まだね、みんな見たことがないっていうふうに聞いたんで、言ってたんですけど、さっきパンチしてもいいですかって言ってたでしょ。パンチしちゃダメ。なんでかっていうと、柔道はね、相手を傷つける目的でやるスポーツではありません、ね、競技だから、相手のことをね、まずね、相手にね、ちゃんと礼を尽くすっていうことをやります。これからよろしくお願いします。で、最初にね、礼をします。始まる前に、ああそうだね、よく知ってるね。最初に礼をして始めます。で、終わった時にもちゃんと礼をするということをやるので、まずはね、そこからやってみたいと思います。先生に礼。お互いに礼。お願いします。お願いします。はい、じゃあ小学生のみんなも行ってみよう。雑巾掛けしてるみたいでしょ、まるで。ね、これね、最後ね、指だけです。見よう見まねでやってみましょう。すごいな。はい、膝は曲げません。はい、やってみよう。手は使わずに背泳ぎ。ちょっとできそうだなっていう人、絶対できない。おい、やってごらん。匂い見真似でいいよ。なんとなく覚えててね、あ、こんな風にやるのかなっていうのを覚えててください。はい、じゃあ背負い投げいこう。もう柔道なんて流行んないから、もうプロレス教室にしよう。プロレス教室にするから。柔道の
でもダメダメもう柔道やめてくださいわいっしょいイエーイあーもう柔道なんて早めないことだよはいはいはいプロレスのなりたい人ほらやれにいる大切な人を守らなきゃいけない男の子特にね女の子が一緒だったら女の子を守ってあげなきゃいけないっていう時も来るかもしれないでしょそういう時にこの柔道をやってるとすごく役立つ時が来るかもしれないのでぜひ柔道をやってみてもらいたいなと思いますいいですかはい、はい、だからねさっき言ったように転んだ時に怪我をしないというのも一つあるしそういったね強い体が身につく技が身につくっていうこともあるので、これからもねこの技の体験をねぜひ楽しんでもらいたいと思いますいいですかはいはいちょっとそのまま寝技に持ち込みよしじゃあ立てすぐに一本それまでおし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 
が痛くなってしまった人いますか今。みんなは大丈夫そうですね。ね、あのね、柔道はちゃんと練習をして、怪我をしない、体ができてきますので、ぜひ、ね、これから、ね、練習をに参加してもらいたいなと思います。これだ、まあ、柔道はね、その試合で勝つためだけではなくて、そのね、緑色 の、 あの紙に書いてありますけど、小学生とかね、中学生にはね、いじめない、いじめられない、強い心と体を作るために、ぜひ柔道を見ていただきたいなというふうに思います。いいですか？はい。はい、ではね、最後の礼をしたいと思います。皆さん。そう。ダメ。先生に礼。お互いに礼。ありがとうございます。